お尻です。今回はクラフトワークより開発されたもう一つのさよならを教えて、フォーエリーゼ、エリーゼのためにをクリアしたので、その評価感想などを喋っていきます。一部ネタバレを含みます。無能主人公とハーレム展開。本作の舞台は多分東京都内で、主人公は24歳営業職のお尻っていうのは嘘で、左様子と同じく名前変えられるので、こんなことになってるだけのデフォルトネームは日置、日置と呼んでもいいんですが、本当の読みは結局のところよくわからなかったので、この動画では主人公と呼ぶことにします。お勤め先は入社時はバブルで景気良かったっぽいですが、作中ではイケイケな様子もなく、すっかり業績は低迷してしまった模様。そのせいで主人公がもともといた部署は消えてしまい、営業職に飛ばされています。無能で卑屈で生きがいもない肉の塊のような人間なので、遅刻の常習犯で、毎日何の成果も上げられないことが原因で、直属の上司である課長には怒られています。そんな主人公は同僚同年齢の千歳に恋心を抱いており、どうにかお近づきになれないかと考えていそうですが、まあまあきつい性格なので、仕事のできなさを突っ込まれ、ぐぬぬ状態になっています。そんな主人公の一日は営業マンらしく、出社、外回り、記者&伝票やらなんやかんやの業務で終わりです。作中では8日間を過ごし、プレイ時間にして2時間半から3時間ほどでエンディングを迎えます。1日目はキャラクター登場編で、外回り中に歯科助手の七重、保育士の花と出会い、選択によってバス停で女学生のますみ、もしくは販売員の泉との出会いへ分岐します。2日目以降は出会った女の子とホテルへ行ったり、意外にも千歳と仲良くお茶したりと、ハーレム展開となります。物語は失恋へ。序盤の内容はそんな感じで言っちゃーなんですが、想像通りのそういうゲームですよね。しかしあのクラフトワークが作ったゲームであり、私が冒頭で話した通りなので、ところどころおかしい描写が挟まれます。印象に残りやすいのが、2日目の終わりから謎に現れる黒髪女性の生首のような一枚絵。めたいことを言ってしまうと、パッケージやアイコンがこれなので唐突ではありませんが、作中では意味深なのにもかかわらず、何の説明もなく毎日これが出続けることから、何やら不穏な雰囲気です。それ以外にも突如フラッシュバックが挟まれ、平和に思える日常の中、頭痛に悩まされることが何度もあります。そして主人公さんは卑屈コミュ障なので、出会った女の子に不満を抱いても、それを口に出すことがほとんどありません。その代わり、一日の終わりにどす黒い負の感情を妄想によって晴らしていくのです。ストアページの過激な映像は、主人公の妄想による狂気の世界を描いたものなのです。これも説明はありませんが、公式曰く、このゲームには正義、正論、愛、恋、友情は入っていません。狂気、妄想、鬱、変、劣情、そんなソフトです。ご了承の上お買い上げくださるようお願いいたします、とのことなので、おそらく妄想なのでしょう。そんなこんなで、急に女性の交友関係が広がり、歪んだハーレムエンドを迎えられそうな雰囲気ですが、このゲームには失恋が多すぎます。後半の大事件は、同僚で嫌がらせをしてくるクズ社員久保田と千歳がホテルに入っているところを目撃してしまうのです。そこからラストまでは悲劇オブ悲劇で、久保田からは千歳は良かったという話を聞かされ、千歳が2日連続で休んでしまいます。久しぶりに出社したところを見て、辞めてしまうんじゃないかと思ってたけど、そうじゃないみたいだね、安心だ、的なことを考えていると、課長と退職についての話をしていました。ほんの一瞬安心したものの、好きな人が急に退職することとなり、絶望の底へ沈んでしまう主人公。もうライフポイントはゼロで、メッセージウィンドウは点々ばかりになってしまいます。ラストは千歳の家へ押しかけ、千歳をっていうのが千歳との結末で、他の女の子ともろくなことになりません。一応結末に関してはぼかしておきます。登場人物全員クズじゃね、味方によっちゃって話にはなりますが、本作の登場人物は全員クズなんじゃないかと思えたので、鬱屈とした主人公による陰鬱とした物語で描かれるそれぞれのクズ度合いを私の独断で見ていきましょう。まずは主人公、無能で卑屈でサボりまでクマルの役にも立たんカス社員です。悪人ではありませんが、遅刻はするし、営業の成績は悪いです。しかし一番やばいのは、外回り中に常にサボっていることです。ここまで話した通り、女の子との出会いは外回り中のものであり、公園でぼーっとしたり、出会った女の子とのんきに話したりで、その仕事の成績は改善される見込みもやる気もありません。女性に対しても、妄想の内容から察するに、まあまあな狂気を抱えていると思われます。ガチな意見を言わせてもらうと、一応健常者で24歳であり、会社に振り回されていることから転職して、その気になればまだ人生やり直せたと思うので、どうにかなった感はあるように思えます。ですがこいつはそんなことを考えておらず、大して働かなくてもそこそこのマンションに住める給料もらってて、何もする気がないように見えることから、クビにされるまで会社にぶら下がるつもりだったと思われます。
そういったモノローグから怠惰な面が目立ちまくるので、不幸を考慮してもなおダメ人間だと思います。何より最後取り返しのつかないことをしてしまったので、モノホンのクズと言わざるを得ないでしょう。次に千歳と課長、この二人はクズ度合いが一番低いと思われます。やったことは二人とも主人公に対して辛辣な態度を取ること。課長はパワハラ気味で千歳は軽く無視したりですね。しかしながら課長はクズ社員を抱えていて、主人公がその筆頭であることから気持ちはわからんでもない。実際主人公は首寸前っぽいですし、1996年発売なので時代を考慮すると上司ガチャ外れとまでは言えないかもしれません。それに加えて営業することになってからの主人公は課長にノウハウを教わっていたらしいので、課長からすればちゃんと教育した上でダメな社員になってしまっているという、もうこれ以上私にできることないよ状態なので、ああいう態度になるのも多少共感できるかな。千歳も態度が冷たいのは序盤だけで、中盤終盤は割と優しい一面も見せてくれます。ただし前の会社でもその態度が原因で人間関係が良くなかったらしいので、少し性格に難ありなのかもしれません。ゴミ社員久保田、同僚でありコネで入社した男。自分の担当している取引先を主人公に押し付け、引き継ぎどころか何も言わずはめてしまった悪人です。主人公との会話は嫌がらせのようなものばかりで鬱陶しいにも程があります。それ以外には千歳とホテル事件や主人公のサボりを上司に報告するといった嫌がらせがありますが、これは会社外での出来事だったり、主人公にも原因があることからしゃあない。もちろん悪意はあったでしょうけどね。取引先の住吉、久保田に押し付けられた取引先のハゲ。電話で済む要件でありながら自分の会社まで呼び出したり、八つ当たりに等しい暴言が目立つ昭和のカスです。出番は少なく主人公側に原因がありますが、こいつの全てが深い。歯科助手の七重、誰とでもな女で、それが原因で家族とは仲が悪いだけじゃなく同居人とも仲が悪く、人間関係ぐちゃぐちゃです。実は本作のトラブルの大きな原因である男好きの女、元同級生の泉、タバコを吸っていることから左用紙の唱え先生に激似の女性で、泉ルートでは主人公と同棲することになります。主人公にとって大切な人のことをだのかと言いながら笑うなど、倫理観終わってます。しかも期待度を上げる発言をしておきながらも、マンションに転がり込んできた理由が月7万を節約するためで、主人公を追い出そうと考えています。その代わりあっちの方は満足させてくれるようです。追い出そうと考えていなければ、人によってはそれだけの関係ということで割り切れたかもしれませんが、クズすぎてちょっと受け入れられないかな。女学生マスミ、泉ルートではない方の女の子で同じく同棲します。泉の代わりであることからやってることは泉と似ています。でもって偶然であったかのように思えたけど、実はみたいなことが判明し、主人公のことなど好きではなかったのです。その代わりこの子への制裁は結構きつい。保育士花、公園で出会う27歳で婚期を逃しているという女性。主人公が迷惑をかけられたり、ピンチのところを協力したりで交流を深めて、花は自分の家まで主人公を誘います。そこで楽しく食事するのですが、押し倒してしまった主人公を許すことができず、最悪な結末を迎えてしまうのです。特に悪いことはしていませんが、これがそういうゲームであることや、女の子の方から家へ招き入れておきながら、欲をむき出しにしてくる人とは思いませんでした、最低みたいなことを言う女性が、許せない人にとってはクズなのかもしれません。ノリノリでホテルへ入っておきながら、あ、私そんな軽い女じゃないんでって言いながら、何もさせずに解散するのと似ていると考えればわからんでもない。特に数日前から主人公の中では、意外と女の子とやるの簡単みたいな出来事が続いて、ノリノリで家へ誘われたことから振られたことが納得できなかったんだと思います。もう一度言いますが、クズではありません。その代わり、あの歪んだ主人公が憎悪を抱くのは納得の流れだと思いました。狂気と鬱と妄想、泉真澄両方のルートを攻略し完走した感想ですが、ストアページやレビューサイトに記載されている月並みな感想を抱きましたね。無能主人公目線で描くどうしようもないくらいの鬱屈とした毎日で、エンディングは一つ、運よく美味しい思いができたかと思えば、その分裏切りや憎悪を向けられるなど呪いが返ってきます。エンディング付近の出来事は考察の余地ありで、薄気味悪さやバッドエンド感含めて結構なインパクトです。まあまあエンディングに振ってる作品とも言えるんじゃないですかね。 BGM はタイトル通りエリーゼのためにをアレンジしたものや、左用紙対の空の序盤と似たような電波芸感あふれるものだったりで、作品の内容を考えれば文句なしでしょう。一応読み進めるだけではなく、コマンド選択で進行し、毎日外回りパートがあって、公園や商店街に行くのもコマンド選択式です。誰かと話す時も、話すコマンドや見るコマンドで場の雰囲気を察した後に話すことで進行するので、分岐は一つしかないのに選択は多いです。でもってこれの感想は、ああ面倒作業じゃ
鬱陶しい。ボリュームは3時間前後と短いながらも、社会人ならではの独特の気持ち悪さを表現できてて、一部の一見偶然にしか見えない女の子との出会いも実はこういう理由があってみたいなところも鬱ゲーとしてはいいですね。共通点を教えて。クラフトワークより開発された狂気の鬱ゲーということで、さよならを教えてとは非常に共通点が多いです。一部ですが、それらを話して終わりましょう。まず物語ですが、さよならを教えても本作もウィンドウに何日目かが表示され、何かがおかしい主人公目線で進んでいきます。作用紙は最後さよならで終わりますが、実はこちらも最終日にさよならを告げられるやり取りがあります。まあこの後大変なことになるから、最後の言葉ではないんですけどね。一方、作用紙がそんなに被害者がいなかったのに対して、こちらでは最低でも一人は行ってしまわれます。それ以外だと考察の余地ありですが、二人くらい骨をバキバキに折られたり、野外で襲われたりしているかもしれません。本当は相違点ですが、作用紙の最後も多くの女の子が行くことから、見た目だけは共通しています。両方とも独特な鬱ゲーの形をしていて、気持ち悪いラストを迎えますね。今となっちゃ DL なサイトにて配信されているものの、結構なプレミアゲームだったらしく、そこも作用紙と一緒ですね。移植版はいつでもセーブできるようになったりと、便利で快適でした。他にも妄想シーンが多かったり、注意書きが引き継がれたりと、類似点も多々ありますので、作用紙に見せられた人はいかがかな。